今回はグッサンをゲストに夏のベージュ使いのメリットとか、あとはおすすめのコーデを紹介してもらおうと思います。まず最初にベージュが与える印象についてなんですけれども、ベージュといえばやっぱり肌とか、あとは砂とか、あとは木ですね、といったものをまあ連想させるような色になるんですけれども、まあ、普段よく目にする機会が多い色になりますので、結構安心感を与えてくれる色でもあります。色自体が結構穏やかな色ですね、こう激しい色ではないので、こう落ち着いた印象を与えてくれたりとか、あとは柔らかく優しい印象を与えてくれる色になります。それではベージュを使ったコーデを3つ紹介していこうと思います。まずこちらのコーディネートですね、ベージュに白を合わせた配色のコーディネートです。で、白は色の中でも一番明るい色になるんですけれども、同時にこう軽さを出すことができる色になります。まあ、ベージュでも特にこう明るめのベージュを合わせるとより軽やかさを出すことができるので、夏の季節におすすめです。2つ目のコーディネートはこちらですね、ベージュに黒を合わせた配色になります。先ほどの白は結構軽やかさとか爽やかさがあるようなイメージの配色なんですけれども、黒は男らしく見せることができます。黒を合わせることでグッと引き締まりますので、スタイリッシュに見せることができます。3つ目のコーディネートはベージュのボトムスを使ったコーディネートです。ベージュのパンツは有彩色ですので、カジュアル感がある色になります。ワイドパンツにベージュを取り入れることでよりカジュアル感を出すことができます。アイボリーのトップスとちょっと濃いめのベージュのボトムスを合わせて同系色でまとめているんですけれども、ナチュラル感が出て、まあ、柔らかく優しい雰囲気に見せることができます。夏でも活用しやすい色なので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。今日ご紹介したコーデで使ってるアイテムはE コレクションのアイテムです。もし気になった方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。こんな感じで毎日動画を配信しています。よろしければチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらおすすめの動画です、ぜひチェックしてみてください。